ほんちゃん。はい。はい、今日は来ました。来ました。大地。麺屋大地さんね。なんかね、ワシントンホテルで、シェフさんをしてた人が出したっていう。ラーメン屋さん。そういうお店ですよね。はい。はい、あ、本当だ。書いてある。はい。地鶏醤油ラーメン。私はネギ玉七味ラーメンかな。そんな感じですね。ですね。これが山塩ラーメン。透き通る一杯。ね。大豆山塩。すいません。バナナマンさん。バナナマン。放映されてるんだ。うん、おお。綺麗なメニュー。地鶏醤油ラーメン、惹かれる名前だね。山塩ラーメン、これも惹かれる。山塩タンメン、もっと惹かれる。山椒ラーメン、かなり惹かれる。麻婆ラーメン、結構種類多いね。味噌野菜ラーメン、これ地鶏チャーシュー麺、山塩チャーシュー麺。これね、すごい写真が綺麗。え、タイチつけ麺ね。ネギ五七味、五七味ラーメン。これ1、2月や。で、12月から2月に山塩キャベツラーメン。タイチのこだわりは会津地鶏、国内産豚骨、豚骨っていう。焼きあご、あごえ、あごだしに地鶏に豚骨か。しかも香味野菜。そらうまいやろ。釜茹で麺、麺なんか細めっぽいよな。チャーシュー、油が甘い国内産の豚3枚肉、ね、国内産の豚って書いてある。何豚やろな。まあネギ麺ね。会津山塩雪の下キャベツ。さあ今日は地鶏醤油ラーメンと山塩タンメンですね。お店の中もね、綺麗だよね。これいつできたの？ね、すごい綺麗。で、しかも、もう作ってるところバッチリ。ね、もう見える感じ。お待たせしました。はい、すいません。ごめんなさい。はい。おいしそう。もう見るからに美味しそう。タンメン。はい。はい。タンメン。はい、じゃあそちらの方でもらっていいですか？はい、どうぞ。はい、地鶏醤油の大盛りになってます。大盛り、はい、すごい。生ニンニクなんですが、香り付けして召し上がってみてください。はい、トン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 ト。しかもスープがすごい澄んでる。綺麗ね。うん。やっぱりなんかこのスープの澄みと味の澄み具合って比例するものがあるような気がするね。こっちは？こっちは山塩タンメン。山塩タンメン。野菜たっぷり。あの大塩の山塩やな。会津の山塩っていう。これ1000万年前や。大体海の1000万年前の。麺です。おお。麺です。美味しそう。これに。今回はニンニクで、そのタンメンに味噌ね。スープだけ。うん、どうかな。スープ、おーおー、スンドルスンドル。こんちゃんのお口熱い。熱い、熱いし、熱い、うん、どうですか。おいしい、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 出ましたね。やばくおいしい、やっぱり。すごく美味しい。じゃあ私も聞かせてもらいます。はい、もう分厚いお肉がね、すごいよ。しかもこのネギがね、すごい柔らかく刻んで、柔らかいね。この刻み方で柔らかいのか、ね。麺はこんな感じ。麺は。これ、あれかな、北方の、あの麺と同じ
高水キューブ止めかな。食べてみないとわからない。いただきます。そういう感じです。美味しい。おう、うん、うん、あ、コシがある、うん、で、高水中太麺だけど、おんちゃん、これすごくコシがあって、コシがあって美味しいです。うん、おんちゃん、このシナチクやばいよ。やばい、うん、角材みたいだけど、はい、味噌やばい、うん、しかもね、ただやばいじゃなくて適度なあの歯ごたえがあって、もちろんやばい。高水麺だけど、なんかね、すごくすごい茹で加減が絶妙。うん、最初ちょっとほら撮影して時間を空けてるじゃない。でもね、全然伸びない。うん、これはいいね。美味しい。うん、この厚切りチャーシューいかせてもらいますか。うん、あ、これね、これだけ厚いけど、なんかホロホロしてる感じですね。うん、でね、やわすぎない。簡単に噛めるようで、ちゃんと歯ごたえ残してる。それね、味がね、濃すぎなくて、これラーメンの味をこうね、こう壊さないね。いい感じ。うん。うん。多分油とね、お肉のところのバランスがね、絶妙。うん。油も悪くないよ、これ。うん、普通あの豚の油、うん、ちょっときつい時あるじゃない、うん、それはね、残ってるんだけど、油も綺麗な味、すごく。うん、いってみる。はい、トレード。はい、トレードタイムね。具材チャーシュー、すごい、すごいね。あ、どう？オリジナルシナチク麺もね、麺は多分同じ麺使ってると思うんだけど、どうですか、どうですか、どうですか。やっぱり開けるよね。じゃじゃん。これは、ああ、厚切りに行きますね。厚切り行ってみてください。お。お。うん。震えるでしょ。へえ。みんな言ったの。うん。そんなにさ、タンメンって野菜との調和じゃない。最高。野菜もなんかちゃんと野菜のシャキシャキ感が残ってる。うん、ちゃんとこの野菜のシャキシャキ感、歯応えが残ってて、でスープの味を濁してなくて、あのね、思い出すところが一点、西荻窪にこういう塩タンメンみたいなめっちゃいいところがあって、すごいそっくり、ここで食べられるとは思わなかった。これはいいよ、うん、すごいね。すごい、よかった。月曜日定休日じゃなくて。それは言える。火曜日が定休日。ニンニクですよね。香り付けっておしゃれ。ああ、で香り、うん、ニンニクの香りあるよね。ちょっと入れてみる。はい、うん、ニンニク入れて、うん、これどう変わるか。どう変わるか。あ、はい、
あ、これこれは香りよくなる、うん、またね、この塩の味とね、すごい合う、うん、またこれダブルに楽しめるね、うん、最初はこの塩味だけでいって最後の最後にこのニンニクを楽しむ感じがいいかな、うん、全然この塩の味に飽きるって感じではないんだけど、うん、ここでちょっとねペッパーを投入、ホワイトペッパーです。これ大体どこにでもあるホワイトペッパーです。あ、うん、あ、美味しいでしょ、うん、ちょっとさっきと違うよね、もちろんね、うん、スープの味がちょっとこう引き締まった感じが。そうね。うん。またあのホワイトペッパーもね、すごい合う。合う。うん。うん。なんかホワイトペッパー入れるとさ、なんかこう昔のって言ったら変だけど、昭和のラーメンみたいな味にこう変わるよ。だって昭和の時はさ、ブラックペッパーなんて置いてなかった。うん、まず。大概ホワイト、うん、ブラックペッパーしたのは多分高校生ぐらいになってからじゃないか、うん、と思うんだけど、大概こうスープって最初は美味しいなと思うけど、後半になるとさ、ちょっと塩気が気になったりするじゃないですか。するけどしないね。ここにまたニンニク入れたので、うん、味がまた変わってるし、うん、飽きないで食べられる、うん、かといってその食べ始めにさ薄く感じる感じでもないんだよね。どこにもない、うん、それはなんかすごいよね、素朴に。なんでや、美味しい、均一の味。タイチのマジ、タイチマジ、タイチマジね、うん、あてが山行ってきてるからっていうことではないよ。あ、ちょっとやったの、うん、ほら山行って運動するとさ、そうね、塩分欲しくなる。そうでしょ、ちょっと濃くてもさ、いけちゃうじゃない。いけちゃう、いけちゃう。でも最初から最後までね、うん、その感触が、あの、一定にいいって感じ。一定にいい。うん。これは、おんちゃん。おんちゃん。卵。これは、これはですね、これは、キャベツ食べる。もう、リピーター決定。そうですね、うん、リピーター決定。これ美味しいです。うん、美味しい、うん、ね、やっぱりこう元シェフさんっていうだけあってさ、すごく綺麗な味、うん、うん、甘くこしょうが、うん、豚骨と鶏ガラもさ、すごくいい質の豚骨と鶏ガラ使ってるよね、うん、臭くないっていうか、あの、全然その雑味がないっていうか、うん、シェフさんとかもこう板前さんもそうかもしれない、材料の吟味がすごいじゃないですか、うん、僕らはあこの全然わかんないこうレベルの材料をね、吟味して、うん、食べるとわかるね、うん、なんかすごい綺麗って、また食べたくなるね、途中で飽きない、そうだね、うん、分かった、そうね、やっぱ最後の方では違う味がすごく出てくるよね、雑味は多いとさ、最後の方でなんかお腹いっぱいになった時に、あ、なんかもういいなっていう感じになるじゃん、でもこうお腹いっぱいになってるのにさ、まだスープが欲しくなる、もう一杯行こうかな。気がついたらそこが見えてたね。うん。そういう感じになるね。はい、うん。
なんかね、やっぱり口の中がね、そうそうそう。そんなピリピリじゃない。まあそれが全然ない、ね。これはペッパーのピリピリじゃなくて、うん、全く使われてないね。でもそれでこれだけの味出してるんだから、相当そのアゴとさ、鶏ガラと豚骨の量が多いんじゃないですか。しかも会津地鶏ってさ、名古屋コーチンとさ、もう一個なんかの掛け合わせなのよ。だからね、名古屋コーチン使ってたところはあれよ、あの佐野実さんってラーメンの神様にね、あの品そば屋、あそこが名古屋コーチン使ったの。それとなんか近い、あの近い感のその醤油味を感じた今日。うん、もうなくなってからね、だいぶ味も変わった話聞いてるけど。食べたことないかな。あ、本当。戸塚であったんだよ。品そば屋。うん。戸塚本店にもあったかもしれないけど、今ね、だいぶお店減らしたんだよ。遅いラーメンの中華麺みたいなところがあったけど、そこじゃないのね。なんかわかんない、それはいっぱいあるから。品そば屋っていうお店。こもこも鶏もり出たところも。あったっけ、あったけどね、あれもあれもそうだったかな、ちょっと忘れちゃった。でもあれは中華麺だった。うん、僕はあの戸塚のお店が本店なので、うん、そこしか行ったことない。でも本牧でもなんかそういう品そば系の、うん、混んでるところがあったよね。ありましたね、うん、多分ね、もう15年くらい前に亡くなってるけど、美濃さんっていうのは、うんうん、ごちそうさましたけど、また欲しくなるスープとか。そうでしょ、うん、だからお腹いっぱいなのにさ、はい、なんか飲みたくなるさ、あるよね、はい、それってやっぱ、うん、そう、飽きないんだよね、飽きなさね、うん、そういう感じでしたね、はい、いや、いいものを食べさせてもらいました、はい、スープ終了です。おんちゃん、スープ終了やで。スープ終了、のれん片付けてたもんな。あね、のれん片付けてました。危ないとこやった。あと30分遅れとったらやばかったな。もう食べれんかった。大地さんね、いやー、綺麗な味やね。うん、美味しかった。うん、澄んだ味ねえ、うん、さすが地鶏と山塩プラス豚骨ね。はい、いい豚骨使っとるよ。飽きさせません、最後まで。飽きませんね。最後の一滴も飽きないっていう、うん、このスープの美しさ。はい、ね。いやもう一回行きたい。食べに来てよかったね。あ、もうでもスープが終了。ね。またのご来店。またのご来店ですよ。もうこの後は食べれませんね。うん、はい。ということで、ごちそうさまでした。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 うまかったです。マジうまい。本当激うま。ね、ええ、これはね、鬼うまって言うんでしょ最近。鬼うまいよ。鬼うま。鬼でか、あ、鬼も鬼盛りとか。鬼うまとか鬼。うん、激じゃないんだ今。そのうちは神うま。神ね。鬼の上は神や。神。ああ、これ番外編やな。番外編。鬼の上が神で、その下が激か。激。激。激鬼。神。分からんけど ね、この順番は。うん、じゃあ、カニオミヤぐらいか。今日は。カミオニウ。カニオミ。カニオミ。カミオミ。カミオニ。よう分からんな。はい。まあ、そういうことで今日は、大地さん。